20式 5.56mm 小銃は陸上自衛隊が正式化した自動小銃である。2020年、ホア工業が89式 5.56mm 小銃の後継として開発していたホア5.56が20式 5.56mm 小銃として正式化され調達が開始された。2020年時点のプロトタイプ2014年8月、 陸上自衛隊が89式小銃に代わる新型小銃の採用を検討していると報じられた。この時点での候補としては H&KG36、H&KHK416、ステアオーガスト、FN スカーといった外国製小銃が挙げられる一方で国産小銃の新規開発も模索されていた。2015年、防衛省は試験用に 各種外国製小銃を調達し、同時に、法和工業との間でも試験用小銃の納入契約を行った。調達契約の内容は以下の通りである。S 型、516.716は SIG516 と、SIG716、G 型、V は G36V、HK 型は h k 4 1 6か h k 4 1 7 SC 型、HL はスカー h と、 スカー L を指していると考えられている。なお、M 型についての詳細は不明である。法和工業は、外国製小銃の試験と同年の5月15日に、自社の小銃の衣装登録を出願した。さらにその後、2015年9月25日には、更新された衣装も登録した。2018年に防衛省は試験用の消火器を別途調達した。調達契約の内容は、 以下の通りである。フォア5.56、HK416、スカー L の3種類まで絞り込まれた後、2019年12月6日に、フォア5.56が選ばれたと公表された。その後の報告書によると、2018年のうちに、候補の小銃について2つの評価が行われたと、されている。第1段階の評価では、有効射程距離や精度など実用上の性能に、 焦点が当てられた。第2段階の評価では、兵器の性能に加えて、平坦とコストの面から審査された。3つの小銃はすべて陸上自衛隊の要件を満たしていたため、二次評価で最高点を獲得した、フォア5.56が選択された。量産単価は維持費、運用費を含めて28万円とされている。 15万兆調達した場合のライフサイクルコストは439億円と見積もられている。2020年の防衛予算によると、第1回目の調達では3283兆が9億円で購入されている。2020年5月18日、防衛省は報道陣に対して、ホア5.56を20式5 5 6ト、mm、ル小銃として、 採用したことを発表した。20式は HK416 やマグプルマサダが参考とされ、FN スカーと同様のショルダーパッドとチークパッドを備えた伸縮式重傷や HK416 同様のアンビタイプのセーフティセレクター、折りたたみ式のアイアンサイトといった現代的な特徴を有するほか、89式小銃と比較して耐久性や 火力の面においても改良が加えられていると言われている。また、断層は、スタニッヒマガジンとの互換性もあると考えられている。重心は89式よりもかなり短縮されて、弊所などにおける取り回しが容易になったほか、ハンドガード部には上面に、ピカティニーレール、左右および仮面に、M、ロックモジュラーレールシステムを採用しており、拡張性が格段に向上されている。 作動方式は、ショートストロークピストン式を採用しているとされている。そして、離島防衛を想定し、海水でも錆びにくく、すぐに排水して発射できるようになっている。20式の外見は89式と比較して、近代的なデザインになっている。外見の参考元についてはいくつかの憶測があり、日本の特殊部隊などで調達されてきた前例がある。 欧州製の小銃に影響を受けたと考えられている。また、海外のメディアなどでは、FN スカーや、CZ805 ブレン、H&KHK433 と比較されることがある。セレクターについては、先代の89式、64式同様、カらタヒクレが採用されているが、89式で採用されていた3点バーストは採用されていない。 先代の正式採用小銃であった89式小銃は陸上自衛隊に約14万5千丁配備されており20式小銃についてもほぼ同等の約15万丁の調達が計画されている配備先については水陸機動団に優先的に配備するほか全国の普通下部隊を中心に配備が進められる予定であるまた89式小銃と ほぼ同数の調達を予定していることから、普通化部隊への配備完了後順次広報、支援部隊への配備も進むものと思われる。陸上自衛隊以外からの調達計画は2020年、現在公表されていない。ありがとうございます。